さん入っただけここで、まあ、作りながらと思ってます。盾を作る内容に関しては、まあ、主役ダブルという形でお二人対、まあ、数名という形になると思うので、ピアノさんがこう久しぶりですので、ね、こう盾やるの何年ぶりだよ。今ねザッカーシーで考えましたけど、はい、多分大丈夫だと思います。ここを取ってほしいとか、なんかそういうのがあればこれを公開したいと思います。はい、多分効果的にアクションを見せるためにこういうアングルがいいよとかは、はい、多分皆さんがプロなので、逆に私よりあの意見をもらいつつ、あそこを押さえて別に何回かやってもいいやん、ね、そうですね、あそこの流れちょっとこういつも押さえておこうとか、はい、もそこら辺は皆さんの意見をもらいつつ、あ、そうですね、してもらえたら、はい、かしこまりました。僕は基本的に皆さんにお任せします。これ自分で久々に来たからちょっと、じゃあ始めますか。お願いします。よろしくお願いします。先生よろしくお願いします。やめてください。いや一緒にだって、あの一緒に作って、初めてやんね。あ、そうです、初めてです。だってもうちっちゃい小学生の頃しかあの別に設定とかどうでもいいんですけど、あのなんとなく考えたのが味方なので、あの二人倒せば名を挙げられずみたいな感じで、しょっちゅうかかってくる人たちがいる感じYeah!
ましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。